main event, Kazuyuki Miyata versus Norifumi Kid Yamamoto. Red corner, 163cm, 64.4kg, Yamamoto Kid Nori. この戦いを制するのはチャンピオン山本キッドか。赤コーナー172cm 69.6kg、 宮田和幸。プロの荒波の中に飛び出して3年、キッドと初対戦、宮田和幸。岡林明、ジャッジ平田直樹、共にレスリングというバックボーン、宮田そしてキッド、いよいよ日本勢対決、メインイベントを迎えました。山梨学院大学出身山本則文、一方日本大学出身宮田和幸。すごい体してますね、2人ともね、さあキッドに宮田、はい、代々木のメイン飛び込まれキッド、立ち上がり組むこともなく飛びかかったキッドの左膝、すごいな、宮田を秒殺。試合開始のゴングと同時に猛然と宮田に襲いかかり KO 勝利を収めたキッド。実は右膝と見せかけて左の強烈な飛び膝蹴りを繰り出していたのだ。タックルを狙っていた宮田はこの一撃で完全に失神、史上最速となる4秒で決着した。神の子にしか成し得ない驚愕の KO 劇。それではキッドがベルトを肩に巻いてマイパフォーマンスです。久しぶりに、ま、マットじゃんリングに上がれてすごい嬉しかったです。こういう試合もいいと思うんで やばい、かっこよすぎる俺。時間が経っても意識が定かではない宮田。ゴングが鳴ったの覚えてる？覚えてる。覚えてない、試合前のことはどう？そのレフェリーの岡林さんが話をしたことは覚えてない。覚えてない、ここから試合に行く、覚えてない。どんな音楽を流れてる？走り込んできたんだけど、リングにこう、そういうの覚えてない？覚えてない。その後、担架で運ばれ緊急入院、左顎を骨折し、全治6ヶ月という重傷を負った。すごい感じ方でしたね。自分でそうでイメージしました。3日前かん寝てる時思いついたんですよ。じゃあ理想通り、はい何秒ですか？4秒ぐらい。2秒。どこら辺当たった？いやもうこの辺当たってましたね。もう早くて分かんなかったけど、じゃあ俺もうあっちの方見えたから分かんなかった。当たるな、俺走り出した瞬間にあっ下倒れてたからあやっちゃったこいつみたいな。おととい丸さんにやったもん。俺が俺これやってみようかなと思って言い出して、みっちゃんこれ見て持ってってやっててパーって言ったところダーン
首昨日痛くて新たな伝説を築いたキット。